金は払ったんだ、グリスク。さっさと行け。ここからは我々の仕事だ。重い腰を上げた。まだ英雄になる気か。ご自由に期待もやる。期待なんてどうでもいい。ただで引き受けてやる。お前が何に見えてるか分かるか。だが大金だ。アーティーインジェクター充填完了。ステージ1の高速化。スマートレーレーザーコア逃げ切りを発射です。はい。ゴールドウェポンの準備手順ステージ3を完了。座標をロック。フリーポート整形。目標惑星ハーマン。ステージ3完了。空間ホールド発着機を計算中。ホールドウェポンが間もなくステージ4。リングの推進力は 97%。資料に達することが予期されます。総員直ちに退出してください。タイタンを含む電子機器に動作準備手順が深刻な障害が発生します。アーツを導入します。クーパー続いて聞こえる。クーパー、インターの衝撃で機関システムエンジンをオーバーロードしました。視覚システムの修復補修を施行中。視覚システムを修復。選択肢は一つ。私の分析警告。敵のタイタンを警戒しました。敵の敵運がいいな、英雄さんよ。お前は殺さない。ただ働きはしない。だがお前に殺されるのはごめんだ。ほら、これをやるよ。ブリスク、あのヴァンガード級タイタンはまだ健在だ。知ったことか。まだ契約に入れとくべきだったな。他に依頼主が見つかったんだ。何をしてる。一体何のつもりだ。選択肢はただ一つ。私の分析では選択肢はただ一つ。選択肢はただ一つ。私の分析では選択肢はただ一つ。クーパー、力を貸してください。共同ナビゲーションシステムが停止しました。インジェクター機に導いてください。一人ではできません。こっちの地上部隊は間に合わない。ゴールドウェポンを内側から何とか破壊してちょうだい。それしか手はない。ブリックス司令官、解決策があります。私の露出したリアクターコアを使えばゴールドウェポンの中心のアークを不安定化できます。何て言ったの。爆破できます。ドロップシップで合流するための座標を送ります。座標を受信。ここに向かうけど何をするつもり。信じてください。ルーソンを送ります。どうなさい。こちらも向かってる。二人とも健闘を祈る。以上。
私の分析では選択肢はただ一つ。ガラス中。プロトコス、パイロットの本。さようなら。クーパーパイロット、大勢の人の命を救った。 BT もバカ、ハーモニーに向かって帰りましょう。任せろ。